人とも出発しましょう。ディベルの町はここから遠いのか？ああ、この先のディベル地方は広大だからな。旅慣れた者でもちょっとした距離だ。うえ、歩く以外の移動手段はないのか？私たちにはデュマちゃんがいるじゃないですか。さあ、南へ向かいますよ。対象を発見。ラッキラッキラッキー。前方敵だ。入らせない。切り替え。とりあえずディベル地方へ向かいましょう。ここからは南の方角ですね。了解。はあ、まだ眠い。ラッキー。前方に構成反応が設置。構成反応発動停止。よい、決める。いざか。構成反応活動停止。
ラッキー。やエネルギー残量。対象を発見。ラッキの扱いに慣れてきたようですね。最初はぎこちなさがあるように感じましたが。そうか、自分ではあんまり違いが分かんないけどな。この調子でよろしくお願いします。頼りにしていますね。ま、やれる範囲でな。
警戒態勢を。冷静なあの巨体の視界を翻弄するのは危険な。構成反応、活動停止。決める。任せろよみんな。構成反応、活動停止。対象を発見。ラッキー。小型生体反応を検知。小型生体反応を検知。先に言っておくぞ、このまま南へ向かえ。なんで俺が方角を聞くってわかったんだよ。貴様の顔に書いてあるから言っただけだ。俺の方が早かったな。活動停止。大丈夫か、お姫様。ありがとう、レイ。ラッキー。ラッキー。もしかしてこの先がディベル地方か。全体に構成反応を消して消える。覚悟なさい。構成反応、
活動停止。警告、エネルギー残部構成反応なし。対象を発見。対象を発見。総員、戦闘準備。はい、決める。一気に行くぞ。出力を。それ。よし。よい。結果で安全は確保された。ラッキ前方に構成反応を検知。敵の行動が出力だ。いけるぞ。警告、エネルギー残量。耐えてみな。構成反応、活動停止。いける。安全は確保された。対象を発見。ラッキー。ラッキー。ようやくディベル地方に着いたようです。結構時間かかったわね。まあ無理せず進もうぜ。ディベルの町は南西方向にあります。まずはまっすぐ南へ向かいましょう。はっ、下がったら俺が行く。耐えてみな。ちゃんと守りやがれ。消える。エネルギー残量不足。構成反応、活動停止。出力停止。撃破。死ぬわけにはいかん。
足元にお気をつけください。これぐらい大丈夫よ。まったく心配性ね。すぐ無茶をしますよ。私が注意してあげる。アベラルド、子供扱いはやめて。耐えてみな。強制反応、活動停止。こっちだ。エネルギー残量不足。失礼。痛いわよ。待ってろよ、みんな。進みましょう。対象を発見。ラッキー。よっ、ラッキー。小型生体反応を検知。小型生体反応を検知。俺の方が早かったな。私から離れないでください。それ出力を止め。我が負けだと。警告、エネルギー残量不足。腕が構成反応、活動出力停止。消える。耐えてみな。警告、構成反応を果たすまで活動停止。死ぬわけにはいかん。
よっと。感謝します。ラッキを発見。対象を発見。対象を発見。対象を発見。こちらではない気がしてきました。こちらは港町方面かと。こんだけ広いと迷うよな。南へ戻ろうぜ。残量不足。対象を発見。ラッキー。
前方敵だ。決める。そこだ。待ってよ。継続不能。出力。耐えてみな。こちらは目的の方向ではないよ。間違えてしまいました。位置を確認しましょう。興味本位で進んじまったみたい。気になることがあったらまたの機会に来ましょうか。ああそうだな、今は引き返そう。ここからは私が。俺に任せろ。集中攻撃です。やってやる。自由にやってくれ。いい手だな。対象を発見。はい。前方に構成反応を検知。これが読め。見たか。こっちだ。出力。耐えてみな。警告、エネルギーザ冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難。構成反応、終わったな。活動停止。警告、エネルギー残量不足。敵破。よっ、こっちだ。耐えてみな。よい、決める。警告、エネルギー残量不足。安全は確保された。大丈夫か、お姫様。行けます。ラッキー。警戒態勢を。構成反応、活動停止。出力停止。それ。警告、エネルギー残量不足。
対象を発見。ラッキー。デポ。構成反応。活動停止。それ。撃破。反応。活動停止。死ぬわけにはいかん。ラッキー。何者か。それ。構成反応。活動停止。出力停止。警告。エネルギー残量不足。出力停止。構成反応。活動停止。対象を発見。警告。エネルギー残量。行け。切り裂く。構成反応の消滅を確認。ここからは私が。対象を発見。素敵な品ですね。素敵な品ですね。素敵な品ですね。前方敵を確認。周囲に警戒を。クリア。攻勢反撃。エネルギー残量不足。よし、リセット。
こっちだ。構成反応。活動性警告。エネルギー残量無効。そうだよ。こちらはライタールの港町ですね。リベルではありませんでした。ソーイング戦闘準備。発動停止。押し通ります。よい。消える。強制反応。活動停止。耐えてみな。敵は五。止め。チャンス。強制反応。活動停止。やったわ。沈黙したよ。死ぬわけにはいかん。分かってるよ。警告。エネルギー残量。出力。放射線反応。活動停止。何者かがいるぞ。遅れを取るなよ。押し通ります。よい。決める。よい。やっ。敵警告。エネルギー残量不足。出力放射反応。活動停止。警告。エネルギー残量不足。敵を確認。しゃあねえな。取れないぞ。クリア。出力。警告。エネルギー残量。構成反応。構成反応なし。
前方に光線反応を検知。勝利を制圧する。警告、エネルギー残に光線反応、活動停止。ぶちかます。出力低下。見たか。撃破。警告、エネ光線反応、活動停止。ラッキー。対象を発見。お、あそこがディベルの町だな。にぎわってるな。リベルは国内最大の産出量を誇る広大な鉱山街だ。迷子になっても探してやらんぞ。はいはい。それでこの後は？明日の朝一番でこの町の瀬良理術師を訪ねます。瀬良理術師？怪我や病の治療にあたる理術師の中でも数少ない医療の専門家です。そいつがミダスってやつの居場所を知ってるかもってことだな。ええ、そうなのですが。ん？いえ、何でもありません。今日のところは宿で休みましょう。ソーアが好きそうな顔をしてるね。ラッキー。忘れてたよ、ごめん。次はないわよ。宿屋のアップルパイが食べたいわね。なんでサボってるのか。はい、失礼します。あ、ごめんなさい。あ、いや、平気です。お怪我は？大丈夫です。旅の方ですか？もし具合が悪くなったらセリオ院にかかってくださいね。リベルには腕のいいセリオ理術師の先生がいますから。それじゃ。何だったんだ。お前の顔色が悪く見えたんじゃないか。いつも難しい顔してるから。ああ、姫と貴様が私を振り回すからな。疲れが取れる暇もない。
なあ、アベラルドがまた嫌味言うんだが。レイがからかうから私にも飛び火したんですよ。知りません。ラッキー。珍しい風体の旅人だの。よければ旅船稼ぎがてら一つ頼まれてはくれないか。いや、何、お主らなら造作もないことだろうよ。ちょっと壊れた防具を集めてきてもらいたいだけだ。壊れ具合には特にこだわらない。まあ頼んだものを集めてくれさえすればいい。壊れ具合にゃ。宿屋だな。よし、入ろうぜ。昨日も同じこと言ってましたよ。君とおれば邪魔するぜ。お前に振り回されるこっちの身にもなれ。ソアがしたい。どうしても海が見える港町に行くか。対象を発見。ラッキー。ラッキー。邪魔するぜ。
ラッキを発見。対象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 を発見。ラッキー。対象を発見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 。
対象を発見。と、ラッキー。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見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 。邪魔するぜ。いらっしゃい。
鉱山くらいしかない町じゃが。これはなかなか美味だな。それで施領理術師ってのはどこにいるんだ。町の人に尋ねて探すしかあるまい。それそうか、クロエの情報も聞けたりしないかな。旅人か、リベルの町へようこそ。この町を訪れるのは初めてか。なるほど、施領院の場所を知りたいんだな。ここから西へ向かって進むと大きな坂が見えてくるぞ。その坂を登った途中の建物が施領院だ。どこか具合でも悪いのか。マーキス先生なら怪我も病気も治してくれると思うぞ。マーキス先生によろしく伝えといてくれ。旅人か、なるほど。ここからにどこかマーキス。探し人は施領院ってところにいるみたいだな。そのようですね。施領院は高台を少し登ったところにあるみたいですね。町の西側に行ってみましょう。ラッキー。邪魔するぜ。いらっしゃい。商品についてなら何でも聞いてくれよ。配送の仕事より楽だったな。毎度いつでも寄ってくれ。サンキュー。
ってらっしゃい。毎度いつでも寄ってくれ。サンキュー。いつもソーアのルールブック、ここだな、マーキス・セリオイン。どうした？早く入ろうぜ。ええ。邪魔するぜ。お留守なのかしら。あ、夕べの顔色悪い人。あの子が腕の立つ施料理術師なのか？いえ、そんなはずは。ちょっと、それって私の腕が悪いって意味？いえ、違います。私たちが探している方ではないという意味で。私たちはマーキス・イーゼン様にお会いしたいのです。先生のお客さんなら失礼しました。私はニーナ、見習いのセレオ理術師でマーキス先生の助手をしています。どうも。それでそちらのお兄さんが患者さん？だから違うと言っているだろう。でもせっかく来てくれたのにごめんなさい。先生、ディベル鉱山の廃校にフィールドワークに行っちゃって留守なんです。当分帰ってこないんじゃないかな。マーキス先生。うわ、どうしたんですか？ああ、ニーナちゃん、東の廃校からモンスターが出やがったんだ。怪我人が大勢出てる。すぐ来てくれ。え、それって先生が潜ってるとこ？怪我人ってどれくらいの？そんなことわからねえよ。とにかくたくさんだ。おいニーナ、俺たちも手伝う。治療に使えそうなものは全部持っていこう。わかりました。皆さんよろしくお願いします。ニーナ、廃校まで案内してくれ。はい、任せてください。こっちです。大変大変、急がなきゃ。マーキス様、ご無事でしょうか？ラッキー。おじさんの時も同じこと言ってます。
食事を済ませ万全の体制で出発したというのに大量の虫に襲われ足止めです。この先どうすれば。そうです、あなた方なら太刀打ちできそうだ。どうか虫を退治してくれませんか。お礼はします。しかし他には目もくれず私ばかりが狙われました。虫にも好みがあるのでしょうか。息が苦しい。毒なのか。足が動かない。毒を吸い出せ。思ったよりひでえな。おい、セリオ理術師と薬のお届けだ。まずは全員の怪我の様子を点検します。持ってきた荷物を平たい場所に出して、それから。うわあ、モンスターだ。また出やがった。ったく次から次へと。おい、アベラルド、レチシア、デュマ。分かっている。手早く済ませましょう。我々に勝負。構成反応、発動停止。それ耐えてみな。痛いわよ、さすがの強さね。今までもこのモンスターが出たことはあるのですか。いや、こんなやつ見たこともねえよ。そういえばレティシア、マーキス先生の顔を知ってるのか。ええ。ニーナはここから動かせないし、俺たちで助けに行くしかないな。しかし坑道内の道が全くわからないんだぞ。こいつで歩いた場所をマッピングする。ヤバくなって帰るだけなら迷わずに済む。ならば私たちが行くしかありませんね。承知いたしました。ですが、あのようなモンスターの巣窟に潜り込むんです。準備は万端にしていきましょう。さっさと先生見つけるぞ。張り切りすぎて怪我をするなよ。ん？奥に登れそうな坂が見えるな。行ってみようぜ。レイ、下には敵がいるようです。気をつけていきましょう。対象を発見。警戒態勢を。対象を発見。
ラッキー、ラッキー、奥に敵がいます。気をつけて。この敵は技術を使います。具合によけてる道だな。攻防一体。警告。エネルギー残量不足。よし。なんとかなったな。ラッキー。よっ、はい、
に敵がいるわ。失礼を。敵です。なかなか当たらない。美術ならなんとかならないか。怪我はないか。ラッキー。開けた場所に出られたようだな。でも他とは明らかに違う敵がいます。見た目からしてこいつは強そうだな。どうする、倒しておくか。続ければいいわけで、絶対に選択肢の一つとして考える。構成反応して今だ。活動停止。対象を発見。おけがはありませんか。ラッキー。ラッキー。でかい結晶だな。廃校にこんな大きな結晶が残っているんですね。試しに叩いてみるか。砕けるかもな。前方に敵がいるわ。ご心配なく。発生反応よ。活動停止。行けるぞ。どうもよっ。耐えてみな。振り切ったか。分かったわ。覚悟を。それ警戒態勢を。視界がない相手にはブラインドサイド不可能だ。構成反応。活動停止。出力低下。待ってろよ、みんな。ラッキー。本当に先生ここにいるのか。今は信じて進むしかありません。敵の数を見るとかなり危険な状況と思われます。ご無事でいるといいのですが。だいぶ時間も経っているはず。一刻も早くマーキス様を見つけないと。前方敵だ。多すぎる。こんなに多いとは少しの油断が命取りだ。
どうだ。よい、いけるぞ。さすがの強さ、耐えてみな。覚悟なさい。警告、方向違反で発動停止。立ち止まるわけにはいかない。対象を発見。ラッキー。廃校のはずなのに結晶がこんなにたくさん。嫌な予感がしますね。奥へ進みましょう。ラッキー。巣があって今まで何もないはずがない。一体どういうことだ。こいつに聞いても無駄だろうな。でしょうね。前に入らせるな。行くぜ。よっ、今のが親だったとして
もしこの卵が全部帰ってしまったら、町の連中に知らせて大事になる前に処理しねえとな。マーキス様、やっぱりか。卵が帰る前でよかったぜ。でした、ニーナさん。マーキス先生も軽傷なようで安心しました。皆さんのおかげですよ。起きたら皆さんのことを伝えておきますね。って私まだ皆さんの名前知らないや。自己紹介してる暇なかったもんな。俺はレイモンドだ。レイって呼んでくれ。アベラルドだ。レティシアです。レイモンドさん、アベラルドさん、レティシアさん。よし、覚えた。先生が起きたら泊まってる宿にお知らせしますね。今日は本当にありがとうございました。はい、お待ちしています。今日俺たちはたくさんの命を助けた。大活躍だったろ。だから笑っとけ。ええ。お客様、施療院のニーナちゃんからことづて預かってますよ。マーキス先生が目覚められたそうです。いつでも来てほしいと。そうでしたか、ありがとうございます。よかったな、行ってみようぜ。早くマーキス先生のところに行こうぜ。ええ。施療院は西側の建物でしたね。邪魔するぜ。いらっしゃい。毎度、いつでもよって。サンキュー。邪魔するぜ。ラッキー。
るぞ。僕はソーアの。いつもソーアのルールブ。欲しい武器があったんだけど。邪魔するぜ。買えないんだ。おはようございます。先生お待ちですよ。どうぞどうぞ。お名前を聞いて驚きました。ご健勝のようで何よりです。レティシア様、お久しぶりです。マーキス様。え、先生、レティシアさんと知り合い？では、もしや君は。アベラルド・ベルグホルムです、マーキス様。見違えました。立派になりましたね。あなたがレイモンドさんですね。この度は町の人たちを助けてくださって感謝いたします。ああ、先生も無事で何よりだ。それでレティシア様、ご用向きを伺っても。私は今ミダス・フレグリード様の行方を探しております。なぜミダスを探しておられるのです？ミダス様を王都にお連れしたいのです。今王国が直面する危機を回避するために。レティシア様はミダスがゲアした本当の理由をご存知ですね。王室と王国の不徳によるものと心得ています。ならば私が旧友の居場所をお話しできないこともご理解いただけると思います。どうしてもでしょうか？理由が違えばお教えできたかもしれません。マーキス様、どうかお引き取りを。そして願わくばお目通りはこれきりにしていただきたく存じます。何があったんだよ。ちょっと普通じゃない反応だったぞ。実は偉い人ですよね。先生があんな話し方するの初めて聞きました。ミダスおじさん探すのもその辺に関係してるんですか？ミダスおじさん、少なくとも先生がオーシディアス三賢者だったことは知ってるんですよね。先生、そんなすごい人だったのか。それが何か。私のフルネーム、ニーナ・デフォルジュって言います。デフォルジュ？デフォルジュってまさか。はい、オーシディアス三賢者セリオ理術師フィルベルト・デフォルジュは私のお父さんです。ちょっとは力になれそうな感じしません？道端でする話じゃないですね。宿屋の裏に私の家があるんで行きましょう。と今日もいい天気だな。とどうぞ。散らかってますけど。お邪魔します。邪魔するぜ。ヘルガー肺下病の研究。あの、フィルベルト様は今どちらに？
7年前に亡くなりました。え？それからずっとマーキス先生が親代わり。セリオ理術も先生から教わったんです。親父さんは教えてくれなかったのか？たくさんの資料は残してくれたけど、直接は何も。私もあの日まで父さんや先生がそんなすごい人だなんて知りもしなかった。一体何をしにいらしたんですか？偉大な理術師に哀悼の意を捧げに来たんだ。お引き取りください。フィルベルトは望んでいません。そうであろうな。わしの顔など見たくもなかろう。フィルベルトの娘か。フィルベルトとアマリアの面影がある聡明な顔立ちだ。フィルベルトはこの子に自分と同じ道を歩ませるつもりはありませんでした。この子は私が育てます。そうか。お前になら、フィルベルトも安心して託せただろう。邪魔をしたな。レティシア、アベラルド、行こう。レティシア様、ですよね。ニーナさん。レティシア様、私には夢があるんです。もしレティシア様が私の夢に協力してくださるなら、私も先生からミダスおじさんの居場所を聞き出すのに協力します。いいんですか？レティシア様に当たるの間違ってますもん。先生や町のみんなを命がけで助けてくれたレティシア様を私は信じます。なあ先生、他のようだったらよかったみたいなことも言ってたろ。そこら辺がヒントにならないか？それはどうでしょう。どっちにしろ今の先生じゃいくら粘っても口開きそうにないし。よし、レイだけ一緒に先生のとこ来てくれる？何をするんです？いつものお仕事です。レイ、行こう。あ？ああ、とりあえず先生んとこに行こう。レイ、話合わせてね。ここずれているぞ。邪魔するぜ。先生、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 今からライタールまで医薬品の買い付け行ってきます。今からですか？一人では危険ですよ。ものすごく頼りになる用心棒が3人もいるから大丈夫ね。ああそうだな。そんじゃレイ、行こう。待ってください。やる。そんじゃ先生が探しに来る前にレティシア様たちを連れ出そう。二人とも早く出て、早く出て、先生が押しかけてきます。え、どこかに行くんですか？ライタールだってよ。薬の買い出しだとさ。薬の買い出し？いいから早く。とりあえず先生の頭が冷えるまで時間を空けないと。父さん、私やるから。
先生に見つからないうちに町を出ちゃおう。
まずいんです。準備、今先生に見つかったらまずいから早く離れて。